マザー・ブラウンによる肖像が1788年頃、初代クレモン施策トマス・ドーソンはアイルランド王国出身の政治家、貴族、1749年から1768年までアイルランド庶民院議員を務めた。ダブリンの銀行家、リチャード・ドーソンと妻、エリザベス、チュアム大主教、ジョン・ビジーの娘の息子として、 1725年2月25日に生まれ3月2日に洗礼を受けた。1749年から1768年までモナハンカウンティ選挙区の代表としてアイルランド庶民委員議員を務めた。1770年5月28日にアイルランド貴族であるモナハン県におけるドーソンズグローブのダートリー男爵に助され、1785年6月19日に 同じく、アイルランド貴族である、クレモン死者区に譲された。1797年11月20日、アイルランド貴族であるモナハン県における、キャッスル・ドーソンのクレモン男爵に助された。息子が全員創生したため、クレモン男爵には、弟、リチャードの長男リチャードへの特別残余権が、定められた。1813年3月1日、メイフェアのスタナップストリートで死去した。 ダートリー男爵クライトクレモーン死爵員は廃絶、クレモーン男爵員は特別残余権に基づき、弟の孫にあたるリチャード・トマス・ドーソンが継承した。1754年8月15日、アン・ファーマーと結婚、一難一女を設けた。1770年5月8日、フィラデルフィア・ハンナ・フリームと再婚、一難一女を設けた。ありがとうございます。